いや懐かしいな、ここよく来たな、ここよく渡ったよな、ここの橋。おっとはい、ということで今日は岡山大好きな選手に来てもらいました。はじ散歩、今回のゲストは大阪も好きだけど岡山も大好き矢島選手です。よろしくお願いします。お願いします。多分これ矢島選手だけって思うけど、もう一人なんか諸事情により来れないという話になりました。はい、聞いてます。はい、大丈夫ですか二人で。こっちの、いや大丈夫でしょ。今日は引き出すよ。え、でもなんかもう20分ぐらいでパパッと終わりますって言われてます。いやいやいや、2時間2時間は長いです。2時間いけるやろ。いや俺ら2人はもう岡山で2年間やったっけ、プレーしたの。2年間ですね。岡山の思い出ある？岡山の思い出はねえのかよ。ねえのね。カジさんとの思い出はうん、ないなこれ。いや、あります、あります。嘘やん、ある？シュート打ったら相手当たってそのまま入ってカジさんのゴールになった思い出。あれ入ってたって。いや入ってたよ、しっかり相手に当たってました。嘘やん。俺でも深夜との思い出って何やろな。なんか自分持ってる選手入ってきたなって思った最初。それ俺じゃなくても他にもいますよね多分。いやいやいや、違う、J1 から来てちょっとやりそうな選手来たなって思ったわ。あー、そんな感じだから、子が強い選手って感じ。え、あの当時から変わった今の自分。あー、でも落ち着いたとは思います。まだあの時はあれやね、若くてなんかこうちょっとツンツンしてた感じかな。あー、それはちょっとあるかもしれないです。あと移籍あの時初めてだったんで、あ、難しかったです。あんまりでも人とこうすぐ溶け込むって感じじゃないやん。結構そう時間かかるやん。はい、サッカーの話とかしてくれてちょっと溶け込み始めたみたいな感じですね。そうやな、サッカーとゲームの話してくれたらな。はい、あとあれっすよ、入りが無人島だったんで。そうやな。あれだ、あれだったんで。うわー、あれはちょっと嫌やったな。俺は無人島で風さんと話した記憶ないっすもん。え、同じグループじゃなかったでしょ。同じグループじゃなかったです。ファジアのコイン懐かしいな。もう一回。俺あれさ、コーナーで売ってたんよ。はい。同じコインが。マジっすか、結構それ幻滅しますね。そうやろ、ほんでコーナーで勝ってさ、俺らのチーム。はい。で結構お金持ちになってた。え、そういうことっすか。そうやで。え、結構、それ結構じゃないっすか。いや、そうやで。うわ、最悪。俺ら必死にゴミ集めてましたからね。そうやな。バレー大会とかさ、はい、優勝チームはなんかファジコインあげますよみたいなさ、はい、なんか賞金で料理とか、そうアートとかさ、はい、全然興味なかったもんね、そういうの。めちゃめちゃ頑張ってましたよ俺。そうやろ、めっちゃウハウハあったからな、もう金がもう、あ、もうストレスで、うん、俺めっちゃニキビできました、あの2泊3日で。それ赤やん、もう体調崩してるやんもう。まあでもまあコミュニケーションは取れたよね、結構ね。そうっすね、グループ内のコミュニケーションは取んないと無理ですもんね。無理やね、あれはね。中断期間はどう、何してたの？もう結構早いタイミングで実家帰ってて、うん、で帰ってるタイミングでもう緊急事態宣言みたいになっちゃったんで、あ、大阪に戻ることなくずっと実家にいました。実家でゲームばっかしてたの？あ、そうっす、本当に基本ずっとっすね。ほんま好きやねんな、ゲーム。いや、他することないんすよね。いや、あれやん、ほら筋トレしたりさ、あるやん。あ、体幹とかはしてましたよ、全然。あ、そう、外走ったりはしてた？あ、してました、してました。夜中の2時ぐらいに走ってましたよ。いや、遅すぎやろ、それ。でもなんかもう、ある程度コース決めてて、うん、大通りに面さない道と、あ、なんかもうマジで人通らなさそうな道
の夜中2時だったんで。それさ、もう不審者に思われるで、それ不審者。しかもなんかマスクするじゃないですか。あ、余計怪しい。俺ニット帽もかぶってたし。うわうわ、余計怪しいやそれ。でも真っ黒だったんですよ、うん、服が。いや、やばかった。あかんて、あかんて、もうそれもう捕まるで、もう。はい。でももうやっとさ、もう練習始まってさ、結構戻るも早いんかな、若かったら。いやでも、もう若いって言っても何歳？もう26っす。26か。まあでも順調、順調に来てるってあれだよね。でも最初はちょっとやっぱ焦りましたね、ボールのタッチの感覚とかが。あー、確かにそれはあるよね。俺もどっちかって言ったら繊細なプレイヤーやったから、そういうのちょっとあれやったね。間違いないです。何で笑ってんの？何笑ってんの？いや本当にそうです。そうやね。いや、はい、タイプ的には深夜と同じタイプやったもん俺。はい。うん。はい、言わなきゃないのそれ。いや、そうっすよ。だって安心して梶さんに預けてもらう。あ、よかった。そう言ってくれてよかったもん。はい。モノボケをやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、昔のボクサー畠山上島光一昔あの、タケちゃんがやってたサザエさん、サザエさん。セーラー服の機関銃ダダ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 ダ。本題に入らせてもらいます。では今回の企画、はい、ギリギリトークショー。はい、最初のお題、はい、初恋の話。これは一番聞きたいんちゃうか、ファンサポーターの人は。まあ、ありきたりなとこで言ったら俺幼稚園の時の先生っすね。うわぁ、俺もマジっすか。めっちゃ可愛く見えません？やっぱ先生って見えるね。なんやろね、名前覚えてる？桃子先生っすね。うわぁ、俺畑野先生やわ。いや、苗字。やっぱりさ、系統はずっとさ、恋愛してたらさ、似る？こういう顔立ちの子が好きって言ったら、仲いい友達には、いやもう系統一緒じゃんって言われますね。うん、どういう系統の？なんか綺麗なんだけど、ちょっと可愛さも入ってる感じの顔っすかね。難しいやんそれ。誰例えたら？森泉。森泉さんはちょっとわからない。違う。石田ゆり子さん。あー、うわ、結構渋いね。あ、本当ですか？うん、そこ？綺麗ですね。あー、綺麗綺麗ね。綺麗、確かに綺麗。井川遥か。あー、好きっすね。あー、なるほどね。あー、系統わかるわかるわかる。内面は？めっちゃ笑ってくれる子が好きっす。二人でもしおったとしたら喋るタイプ？あー、結構話しますよ。あー、そう。はい。なんか黙って聞いてそうなタイプっぽいけどね。あ、でも基本聞き戦かもしれないです、最初は。あー、それはモテるわ。あとなんか普通の普段の顔よりも笑顔の方が可愛い子の方が好きですね。あー、それはある。めっちゃ笑ってくれる明るい子が一番いいよね。はい、なるほどね。うちの嫁と一緒やな。すごい綺麗だなって思いましたよ。はいはい、またもうええって。いや、ほんとほんとだな。あの、カジカフェ来てな。ほんじゃ、一回だけ行きましたよ。おらんかったよね。カジさんいなかったです。おらんかったよね。多分来たっていうのは聞いて。はい、あ、本当ですか？うん。ちょっと遠いんすよ。え、遠ないやん。近いやん、めっちゃ。
家からずっと出てへんからそう思うだけじゃん。まあそれはあるかも。人生一怒られた話。それこそ岡山の時にボランチやりたいって言いに行ったら怒られました。守備も全然できないのにボランチなんかできるわけねえだろって言われて、まあそうだろうなと思って怒られました。そうだろうなと思った。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。